はい、集合集合集合。なんで横にいるの？なんで横にいるんだ、ヒデオさん。この間、お正月っぽいのをみんなには書いてもらったんだけども、今日は、福笑い。福笑いをやろう。福笑い知ってる？あ、知ってる？うわー！ヒデオさん！ヒデオさん！ヒデオさん死んじゃった！福笑いは、目をつぶって見ないで顔を描く。顔を描くのが福笑い。ちなみに俺やったことあるんだけど、すげえ難しかった。目毛を描いてたところ潰れちゃったかもしれん。できたっぽい。何これ。何これ。これどれが目なの ?3 個目あるぞ。あと、この輪郭なんじゃ。ヒデオくん見ないで、福笑い描いてもらいましょう、ヒデオくんに。ヒデオくん絵が上手くて、なんか、有名だから。絵が上手いのが有名。あ、ペチ塗りで頑張ってる。ペチ塗りで頑張ってる。これ丸描いてんのかな？ただ、動いてないね、ペチ塗りで今の。ペチ塗りしてるつもりなんだけど。俺、ヒデオくんペチ塗り上手いのにな。頑張れ頑張れ。あ、今回できてる。今回ゆっくりいってる、ゆっくり。あれ？なんか必然と顔になってない？これなんかにやりと笑った顔になってる気がする。あ、できた？できた。でも、これ顔だぞ。これにやっと笑った顔だぞ。ん？ひでおくんが、ひでおくんがあっち行けって言ってる。ヒデオくんがチーケって言ってる。分かった分かった。で、今回俺が、福笑いを書く。で、オッケー、書くよ。ここ先頭にして書くわ。いきまーす。これをまず目。目を書いたつもりです。で、目をもう一個書く。はい。目を完成しました。で、次、口書きます。もうちょいこんくらいかな。口。これ口です。行くだけ回復しとこうか。で、ここが多分目。で、輪郭を描きたいの。顔の輪郭を描きたくて、もうちょい2歩ぐらいか。2歩ぐらい行ったとこで、ここで、あれ？俺死んだもしかして。それもしかして死んだ。ちょっと待って。ちょっと待って。落ちてる。落ちてる俺。顔はできてる。顔はできてるけど、輪郭かけてない。めっちゃ煽られてる。狭かったな。絵を描くには、このステージ。狭かったな。赤もんしてる。こっちで描くか。ちょっと俺には狭かったわ。あ、こっちで描いていいの？おい。もう一回、もうちょい狭く描く。今2本で落ちたから。まず目を描く。ちょっとさっきよりちっちゃく描く。で、目を描く。はい。で、今度口を、行き過ぎるといけないから、さっきより狭く、口を描く。口描きます。で、輪郭。さっき2歩で行ったんだけど、これ、今1歩。で、次落ちるから、ちょっと弱めの1歩描く。で、俺猫描きたいの。猫の輪郭描きたくて、こんくらいかな？こんくらいを、塗れば、落ちたな、これ。これ落ちたな。うわ、惜しい！これ猫描こうとしてた、惜しい！惜しくない？これ惜しかったな。ちょっと猫っぽくない？福笑い難しいことに気がつきました。みんなもやってみてください。